稲妻イレブン51対戦動画始まります。お相手はクイーンリッターさんです。よろしくお願いします。51のチームは監督によって採用する選手を決めていきます。お相手は監督秋、主に女性選手が中心になるテーマとなりますね。こちらは監督熊崎のチームです。ブロックが高くなります。シャイニングドラゴン等の化身スキルと組み合わせることで SB を強化します。それではキックオフです。それと同時に化身ボタンの早押しバトルが始まります。ここからはカウンターです。51のボール運びのコツはボールを見ないことだと思います。シュートはゼロマグナムが安定です。距離は遠いですがクリティカル次第で得点の可能性はありそう。守備も攻撃と同じで、視点をボールに合わせても大体追いつけないです。パスが強すぎるため、操作が影響しやすい作品だと思います。おっと、これは察するに競り合いで勝ってくれたようですね。51の競り合い勝敗はおそらく乱数だと思います。では私、早押し弱いな。チャンス到来。やったぞ。
接触できたものの、ドリブル側なので期待は薄め。51のクリティカル率は不明。誰か教えてください。SB は間に合いましたが、SC も入っています。これは、なんとか防ぐことができました。ここで試合終了です。対戦ありがとうございました。